ここは名古屋市の白川公園です。現在建設中の、名古屋市ですね、科学館、こちらのプラネタリウムの全貌が明らかになりました。これです。この後ろにある丸いドームが、新しいプラネタリウムです。脇にありますのは、新しいですね、科学館の建物です。こちらが旧科学館ですね。一部は取り壊されてしまいます。で、あとこの手前にある、ドーム、これが以前のプラネタリウムです。見てください、大きさの違い。来年ぐらいからですかね、都市からじゃなかったと思いますが、あのまん丸のドームの中でプラネタリウムを見ることができます。楽しみです。